はい、皆さんこんにちは、まさきです。今回はですね、プラザに来ました。プラザ1万円分購入していきたいと思います。夢のような企画なんですけど、ありがとうございます。ということでね、1万円分買ってきてお家で開封していきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで1万円分購入してきました。こんな感じでいっぱい入ってます。紹介したいと思います。まずですね、どれにしようかな。これだ、じゃじゃじゃん。私がずっと欲しかったキャンディードールスフレリップテコラッタブラウンですね。これ本当に欲しくて、このねバージョン紹介したことあるんですけど、これがすっごい使えたので、今回は色付きのバージョンも買ってみました。リップも取れてるので塗りたいと思います。こちらはですね1100円です。こんな感じですね。なんかちゃんとねマットなんですよ。これね他の色もあったので、ちょっと皆さんも気になったら買ってみてください。本当おすすめキャンディードール。次、じゃん。こちらも同じくキャンディードールなんですけれども、キャンディードールブライトピュアベースパールホワイト化粧下地ですね。これもなんかずっと欲しくて、この下地の色が新商品らしいので、この新しい方を買ってみました。こちらの値段は1490円です。本当に下地塗った方がいいです、塗ってない人は。あ、結構白かった。こっちが塗った方で、こっちが塗ってない方です。これすごいツヤ感が増してるし、サラサラなんですよ。なんか下地って結構ベタベタなのが多かったりして、ちょっとなんか嫌だなって感じすると思うんですけど、これすごいサラサラだし、いいですね、これ。やば、よかった、変えて。次、じゃじゃん。こちら、ヒロインメイクボリューム&カールマスカラアドバンストフィルム02ブラウンですね。こちらは1200円です。なんかインスタでおすすめのマスカラ調べてたら、すごいみんなこれ使ってたので買ってみました。気になってるんですよ、これ。ずっといつも私黒使ってるんですけど、ちょっと初の試みということでブラウンを買ってみました。じゃじゃん。おー、こんな感じです。これはボリュームタイプですね。ちょっと重ね塗りになっちゃうんですけど、つけてみたいと思います。これすごいね塗りやすいですね、細くてめっちゃいい。これ他の色もあったので、ぜひ気になった方買ってみてください。はい、続いて、じゃじゃん。こちらフジコシェイクシャドウ05ジュエルパーティーですね。こちらアイシャドウです。これ値段書いてないんですけど、1100円ぐらいだったかな。これね、なんか TikTok でメイク動画出してる人がおすすめ流れてきて、これがすごいおすすめって書いてあったので、ずっと欲しかったんですけど、今回プラザに売ってたのでね、速攻買いましたね。はい、じゃあ塗っていきたいと思います。パッケージもおしゃれだね。あ、すごい、めっちゃいい。なんかもう分かりづらいと思うんですけど、濃すぎないんですよ。なのでめっちゃいいです。ラメも結構ついてるんですけど、ちょっと下に塗ってみますね。あ、いい、めっちゃいい。こっち塗ってみたんですけど、涙袋のところめっちゃいいじゃん。私こっちもラメ塗ってるんですよ、ちょっとだけ。でもね、全然違うね。本当にこれいい、やばい、ちょっと本当におすすめ、めっちゃいい。はい、次、こちらまつげ美容液です。キャンメイクラッシュケアエッセンスまつげ化粧量です。値段は580円です。私ね、まつげ最近美容液めっちゃ塗るようにしてるんですけど、美容液って案外高いんですよ。でもこのキャンメイクで580円で効果出たのめっちゃいいですよね。おお、いい感じ。私ビューラーで前まつげ切っちゃったことあったんですよ。でも美容液塗ったらすぐ生えてきたので、美容液毎日塗ることをおすすめします。続いて、じゃじゃん。こちらパックです。モモプリうるおい濃密ミルクジュレマスクシートマスク4枚入り700円です。これパック私欲しくて、ずっとで、なんかこれがねすごい良さそうだったんですよ。モモでパッケージ見せられましたね、可愛かったから。こんな感じでね袋分けになってます。4枚入りですね。冬はね乾燥するのでパックおすすめです。続いて、アマガオスッキリ除去オイルインキューティクルプッシャーペン480円です。私なんかアマガオがすごいなんか浮いちゃう癖があるんですよ。なのでちょっとこれを本当にずっとケアしたいなと思って買ってみました。今ちょっとやったんですけど、こんなに癖が取れました。いや、すごくない？ちょっとやっただけだよ。アマガオ取るだけじゃなくて美容もできるんだと思う。だってこれオイル出てるもん、すっごい。次、ワンダーハニーアロマエッセンスシャワーストラスソルベボディヘア用コロン、こちらは1200円ぐらいだと思いますね。私すっごいヘアミストずっと探してたんですけど、なんかこれがすっごい良さそうな匂いで、しかもねこれね、ヘアにもボディにも使えるんですよ。めっちゃすごいと思って。これ見たらわかると思うんですけど、柑橘系の匂いなんですよ。レウちゃんにやります。うーちゃんの髪の毛からグレープフルーツみたいな匂いするもん。何の匂いする？みかん。だよね、ほらみかん。
そう、みかんの匂いとかめっちゃするんですよ。さっぱりしてていいですね。続いて、こちらです。何かなと思ったんですけど、ミネラルウォーターですね。これでね、お出かけするときに持ってって、おしゃれな女子みたいなね、感じにしたいと思います。これは150円ぐらいだったと思いますね。次はですね、ちょっとお菓子ですね。最後、お菓子です。バレンタインの時期だからめっちゃうまと思う。もうほんと全部可愛かったですね。はい、1個目。こちら。めっちゃ可愛かった。ハートフェイスチョコポップガールです。こちら400円ぐらいですね。めっちゃ可愛い。もうね、バレンタインの時期なのでね、あげたいと思います。弟とか。続いて、じゃじゃん。ねえ、これほんとに可愛い。ポッキーなんですけど、なんかギフト用って書いてあったかもしれない。これがベリーで、これがミルクチョコレートですね。本当に可愛い。これも開けるのもったいないですね。これもね、バレンタインデーの時とかにあげたらいいなって思いました。これもなんか5種類ぐらいあったので、めっちゃいいですね。好みの色にできます。これは1つ270円ぐらいです。うん、本当全部美味しそうだった。あ、終わりだ。こんな感じでした。いや、めっちゃ買いましたね。1万円分。すごかった。全部応援したいと思います。本当に嬉しい。一番のお気に入り決めたいと思います。待って、どうしよう。これです。こちらですね、コジコのアイシャドウです。本当にこれおすすめです。なんかこれ違う色も買ってみたいなって思いました。ということでね、皆さんも私が紹介した中で欲しいものがあればぜひプラザに行ってみてください。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。